アルドブランディーニの聖母とも呼ばれる、聖母子と幼児の洗礼者聖ヨハネ、女性の聖人あるいは寄進者は、イタリア、ルネサンス期のベネツィア派の巨匠ティツアーノベチェッリオが1532年頃に制作した絵画である。油彩。現在は、ロンドンのナショナルギャラリーに所蔵されている。また、フィレンツェのピッティキューデンとフォートワースのキンベル美術館、イギリスのロイヤルコレクションに、 攻防策が所蔵されている。聖母マリアは幼児キリストを抱きしめている女性と共に我が子をあやしている。画面の左に座った洗礼者聖ヨハネは前傾姿勢で左手をつき、キリストに花と果実を捧げるべく右手を伸ばしており、聖母は右手を伸ばして、それを受け取ろうとしている。画面右の中継では羊飼いが多くの羊たちを連れて歩いており、その上空では 雲の上から天使が彼らを見下ろしている。聖母たちの背後には緑の木々が美しく生い茂り、円形には青空が広がっている。ティツヤーノは、ジョバンニベッリーニやジョルジョーネのように、宗教的主題を牧歌的な風景の中に描いているが、新約聖書のエピソードが表現されていると考えた場合、いくつかの混乱が見られる。中継の羊飼いと空の天使は、ルカによる、 福音書日章で語られている羊飼いへの告知を暗示し、キリスト生誕を示唆している。しかし果実と花を送る洗礼者聖ヨハネの存在は、エジプトへの逃避途上の休息の場面により、ふさわしいが、一般的なエジプトへの逃避途上の休息で描かれる、聖母の夫であるナザレの聖ヨセフの姿はない。むしろこれは、聖書の特定の場面を描いているのではなく、 発注主の私的な信仰に合わせて、キリストの生涯から選択された要素を組み合わせたものと考えられる。キツヤーノは珍しいことに、聖母の衣装を伝統的な赤と青の配色ではなく、青のみで描いている。これは赤色が背景の青空とうまく調和しないことを考慮した結果と思われる。キリストを抱いている女性は腕が描かれておらず、女性がキリストを どのように支えているかはっきりしない。この女性は、女性の寄進者内し成人、特に、アレクサンドリアの聖カタリナと考えられているが、成人であることを明示するアトリビュートを所持していない。ナショナルギャラリー所蔵の絵画はいくつかあるバリアントの最初のものであり、その後に続く数十年で観光となった、キツヤーノの工房での複製制作の初期の例である。 署名と1533年の日付は、修復によって失われたが、ティツヤーの本人によるものではなかった可能性がある。保存状態は一部を除いて、極めて良好である。画面左に画布が追加されて画面が拡張されている。本作品と思われる絵画の最初の記録は1532年まで、遡る。この年、マルカントニオ・ミキエルは、ベネツアのアンドレア・オドニの邸宅で、 ティツィアーノが描いた風景の中の聖母子と幼児の聖ヨハを呼び女性の聖人の絵画を見ている。その後、絵画は1603年に作成された数奇教、ピエトロ・アルドブランディーニの莫大な財産目録に記録されており、おそらくナポリのメディーナ・デラ・ストレス公爵がイタリアからスペインに持ち帰り、フェリペ4世に送った絵画に含まれていた。絵画は L.S. コリアル修道院に移されたが、ナポレオンの侵攻の際に、行方不明となり、1860年に防空審、コレクションと共にナショナルギャラリーに購入された。フィレンツェのピッティ宮殿とフォートワースのキンベル美術館は、おそらく同じカルトンを元に制作された工房作のバリアントを所蔵している。英国のロイヤルコレクションもやや小さいサイズのバリアントを所蔵している。 本作品とこれらの3点の絵画は密接に結びついており、聖母、マリアのポーズは繰り返しとなっているが、いくつかの要素が変更されている。PT 宮殿版では、女性の聖人がアレクサンドリアの聖カタリナとして明確に描かれている。キンベル美術館版では、幼児の洗礼者聖洋羽根は画面右端に移動して、子羊と共に立ち、聖母と女性の聖人は、 赤い衣装をまとっているほか、空は暗雲が立ち込めて、キリストの受難の未来が強調されている。ロイヤルコレクション版では、幼児、キリストのポーズは異なっており、さらに聖ヨハネと女性の聖人の両方が省略され、中継では羊飼いに代わって、とびとと天使が描かれている。ありがとうございます。